今回はコテとストレートアイロンを使ってそれぞれの特性を生かした顔周りの巻き方をご紹介いたします。表参道の夏夜ヘア、スタイリストの国分が解説いたします。今日のポイントは1、カールアイロン（コテで巻くときのコテの持ち方、入れ方）2、ストレートアイロンで巻くときのアイロンの入れ方、持ち方、この2つです。ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいです。まずは32ミリのカールアイロンを使って顔周りを巻いていきます。顔周りの毛束は少しずつ取り、コテを縦に入れていきます。カールが後ろに向かってつくように1回転半ぐらい髪の毛を挟んで巻いてください。反対側も同じようにコテを縦に入れて後ろ向きに巻いていきます。もみあげ部分は外羽にするようなイメージで毛先をワンカール巻いていきます。全体的にひし形のシルエットをイメージして巻いてみてくださいね。次にストレートアイロンを使って顔周りを巻いていきます。耳上部分を横長に髪を取り、波ウェーブにしていきます。指で形がつくように固定していきましょう。この時髪の毛は熱くなっているので火傷に注意してくださいね。上の段、表面部分も巻いたら反対側も同じようにして波ウェーブを作っていきます。サイドにボリュームが出るのを意識して形を整えたら完成です。最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも参考になったなと思いましたら高評価、チャンネル登録お願いいたします。